皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストに国際農林 水産業研究センター特別研究員であるですね、はい、京香きつりさんに来ていただいております。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちら、今日は本日素晴らしい機会をいただき本当にありがとうございます。いえいえ、よろしくお願いいたします。こちらこそね、はい、京香さんとちょっと言わせてもらいますが、はい、京香さんね、はい、京香さんとは実は僕はあれですよね、アイサック、そうなんです、ね、はい、国際共同、はい、国際アジア共同大学会ですね、はい、で、知り合っていてね、はい、今回こういう形でね、はい、出ていただけるということで、ありがとうございます。いや、こちらこそ大変嬉しく思います。はい。で、最初にですね、はい、京香きつりさんのですね、ご紹介をさせていただきますが、はい、実は先ほどお聞きしたんですが、中国のね、はい、内蒙古、はい、自治区ご出身のモンゴル人の方なんですが、はい、モンゴルのお名前っていうのは今聴覚きつりっていうのは、はい、僕は姓名だと思ったんですね、はいはい、実はあ、そうなんですよ、全部お名前のみなんですよ。名前だけでこう結構長いんですね。長いですね、はい、で実は、うん、ホーさんっていう名字で、名字がちゃんとあるんですね、はいはい、だから正式にはほう、聴覚、きつりとおっしゃるということですね。おっしゃる通りです。はい。はい、でも僕の名前、比較的ね、モンゴルの中で短い方なんです。これでも短いんですね。短い方なんですよ。はい、確かになんか、かなり長い人の紹介本を見たことがありますけどね。はいはい、ただちょっと先ほどお伺いしたら、うん、パスポートには、この名前だけを載せることにしていると。はいはい。そうすると飛行機に乗るときとか、ちょっとなんか困る時もあるとか、ね、そうですね。それはまあ多少あるけど、まあでも今考えてみれば独特の文化かなと思いますね。その、うんうんうん、そう、まあ世界中でいろんな民族を、まあ、混じってる子がいるし、はいはい、まあその比較的に不便だけど結論から考えれば、うんうん、まあ独特の文化と、まあ、そうですね。非常にユニークですよね。そうなんおっしゃる通りです。はい、はい、それでですね、少し、聴覚きつりさんのですね、はい、プロフィールをですね、はい、ご紹介させていただきます。はい、20世紀の80年代、初期の頃にですね、中国内、中国、内モンゴル、ね、はい、の、これは通領市、通領、はい、に生まれて、はい、日本に、はい、来られたのが何年頃ですか？高校までは中国地元で、はいはい、大学から日本で2001年10月に来ました。ああ、そうなんですね。そして筑波大学の環境学の博士までですね、はいはい、取られ、はい、専門は地理学、地質学、情報学などということでね、はいはい、そして今までは特任研究員及び産学共同主任研究員なども歴任されたということです。はいはい、そして去年2022年8月1日よりですね、国立研究開発法人、はい、国際農林水産業研究センターに特別研究員として、はい、ね、赴任されて、はい、研究を続けられているということですね。おっしゃる通りです。はい、で、YouTuber としても少し活躍されているということで、すごいですね。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいけど、でもなんかいろいろ、まあ今の時代に合わせて生きていけないかなと思って、もうできるだけ自分の分かった分、はい、まあ次世代に発信してい けたいかなと思って、解説させていただいて。これはいつ頃から始めた？今年の5月から。ああ、始めたばっかりなんですね。はい、比較的に。はい、ああ、いやいや、いいじゃないですか。いや、はい、ご指導お願いしていただけると大変嬉しく思います。最近もね、はい、いろんな会合でご一緒する、そうですね、よく先生とそうあってすごい、まあ、いろいろ勉強させていただきながら、これからもどん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 、まあ、いろんな場でなんか、はい、活躍していきたいかなと思いますね。はい、はい、それでですね、今日はですね、大きなテーマとして砂漠化する地球と、はい、その現状と環境教育の重要性を切るというね、はいはい、大胆なテーマですね。語っていただきます、はい。まず最初にですね、この地球の砂漠化が今どうなっ
ているのか、はいはい、この背景も含めてですね、はい、お話しいただければと思います、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、砂漠とか皆さん、まあ、全部ご存知と思いますが、そもそも砂漠の発端というのがやっぱり一番注目されたのが1977年、ちょうど45年前、うん、ナイロビの国際会議で提起され、そこから一気に世界中に広まったことです。当時はアフリカ諸国が一番、砂漠化問題で砂漠化が環境問題として注目されていますが、うん、今は地球規模、全世界で砂漠が広がり、環境問題として注目を浴びています。で、そう、現在では世界の陸地の3分の1で、乾燥地の7割を砂漠化埋めています。まあ、非常に深刻と言ってもおかしくはないと。そうすると砂漠化を背景を、まあ、日本ではなかなかね、感じ取れ、砂漠化してるってことはなかなか肌で感じませんが、まあ、最近はテレビで、まあ、特に2000年以降は黄砂がよくね、テレビで、見るたびに来てる、うんうん、そういう問題もあるし、これは最終的に砂漠化だけじゃない、まあ、我々日々生活してる食料問題にすごい直接してくる問題かなと思います。はい、まあ、今おっしゃられたようにね、うん、1977年に国際連合環境計画、はい、UNEP の会議が、はい、ケニアの首都のナイロビで開かれたということですね。はい、国際砂漠化会議ですね。そうです。で、当時は一番注目を浴びていたのはアフリカ諸国で、うん、ともすれば局地的な環境問題とも見なされがちであったけれども、実際には世界規模、地球規模の問題になっているということなんですね。おっしゃる通りですね。で、これが、将来的には食料危機、食料問題にもつながるんではないかというね、危機を感じています。ですよね。はい。はい、で、今、黄砂というね、黄砂の問題を触れられましたけれども、はい、そのやはり中国の砂漠化が、黄砂となって日本などにこう、飛来してる、と。そうですね、それは。まあ、そういう関係があるんですね。はい、まあ、一番近いのが内モンゴから来てるのが、まあ、確実なんですけれども、でも近年、まあ、減ってるけれども、一番問題はこれを継続はどれぐらい、まあ、継続的にいけるかとか、それを一番ポイントではないかなと思いますね。うん、まあ、減ってはきているんですよね。まあ、全体的に考えれば、はい、いろいろ政策を取ってるし、やっぱり住民たちの意識も高まってることもあるし、それは非常にありがたいことなんですが、うん、でもこれを継続的にやっぱりしなくちゃいけないかなと、私が。思っております、はい、でもう一つ、うん、黄砂とは別の PM2.5 とかいうのもね、うん、今いろいろ問題にされてますが、そうですね、それは汚染された二酸化炭素の排出量の問題なんですけれども、それはそうですね、中国のみならず世界で今すごい自動車 で、はいはい、ガソリン使わない電気 自動車の世界なので、それそのことを今指しています。でもできるだけそれをいろいろ PM の言ってるけど、まあ、今は中国のみならずアメリカ、日本の電気自動車舵を切ってる、そう、これが非常に中央早いですよね。早いのポイントですね、それは。はい、あ、じゃあ PM2.5 も少しずつは緩和されていくと。そういう、はい、うん、一時期はね、そうですね、結構北京なんかでもね、ものすごいあった気が、盲人マスクですか、はいはい、マスクをねずっとしてて、コロナかと思ったら全然違う理由でね。それ本当に僕も北京で3ヶ月住んだことあるんですよ、だいぶ前に。ああ、そうですか。本当に自分でも感じたこともあります。ああ、そうだったんですね。わ、はい、かりました、はい。で、まあ、うん、砂漠化というのはアフリカにもあるし、うん、で、地球規模の問題だということではありますけれども、はい、その中でも今日は中国、うん、特に内モンゴル、はい、ね、はい、内モンゴルの問題をね、お話ししていただくということで、はい、そのお話を、では、はい、お願いします。まずその前に、内モンゴル自治区全体をちょっとお話を。あ、そうですね。そうですね。はい、内モンゴルは、まあ、地理的、文化的、試験的、3つから簡単に述べていきたいかなと思います。はい、はい。まあ、地理的には、まあ、日本の方ほとんど分かっていると思いますが、中国の北方、北の、に位置して、非常に東から長い黒竜省、接してる吉林省、遼寧、旧満州の地区ですかね。そうなんですね、はい、はいはい、甘粛省も接して、北はモンゴルとロシアで、うんうん、面積は日本の3倍、まあ、人口は2400万ですか。韓国は狭いなのに、うん、5000万2倍。まあそうですよね。そうなんです。ここね、まあ文化的にすごい、まあ、内モンゴルは自然に恵まれて、うんうんうん、主に有名なのが、シーと歌、ダンス、うんうん。これがめちゃ、近年、
特にあのアメリカイギリスではすごいホーミーというこの独特の歌いがすごいテレビ出てすごい人気が上がっています。もう一つはやっぱりモンゴルの地縦文字切り消す文字で、その縦文字というのがいまだに、あの、内モンゴルだけ自分の伝統の文字使っていることなんですよ。それは独特の文字です、うんうん、あとこう独特の家の作りがあ、ね、あ、ゲロゲロに、ゲロ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 、はいはい、で、いまだにゲロも存在していますよ、うんうん、そう、それをゲロにプラザルは定住しているのが今の現状です、うん、まあ、ゲロは僕ですね、実はあの、うん、鳩山幸雄先生があ、はい、あの軽井沢に別荘を置かれてるんですが、はい、そこで一つあの何十人か泊まれる宿舎も置かれていて、そこにですね、はい、ゲルがそのままですね、寄贈されたものが大きな庭の中にあってですね、その中に、一度、はいはいはい、それすごいね、鳩山先生自分のものですか、あの送られたと思いますけどね、そういう体験もさせていただきました、はいはい、素晴らしいね、それは、はい、で今内モンゴルと言いましたけれども、うん、外モンゴルという言い方があって、これはモンゴル共和国独立した国の、あ、そうですね、はい、国です、モンゴル共和国、はいはいはい、旧ソ連の中にあって、今はまあいやもう旧ソ連の影響があったけど、そもそも独立した、あ、ですか、はい、あ、ですかね、はい、うんうん、影響は旧ソ連の影響があった、はい、が確実だと思います、はい、ただもともとはその一体内モンゴルも外モンゴルもつながっていて一体化してたんですよ、ね、はい、それが中国とソ連に分けられたと、はい、そもそも全部中国だったんですけど、そう、全部中国ですね、はいはいはい、ずっと前はずっと前、そうです、はい、その後に分かれちゃったかな、はい、分かれて、あの、うん、外モンゴルは国家、あの自分の共和国として今離れたってるってことです、うん、はい、いや日本人にとってのイメージはモンゴルといえばね、うん、もうチンギスハンです、はいはいはい、でまあ元寇というのもねちょっとありましたけどね、はいはいはい、非常に巨大な帝国をね、そうヨーロッパにもまたがるね大帝国を築いて、そうですね、なんか大帝国だし、いろいろなんか歴史を見る限りチンギスハン その大帝国を作った歴史未だに人類がまた破ってないということを言われます、いやそれはそう思いますよ、はい、その面積がまあ近代化進んだ大英帝国よりはるかに、いやそれはそう思いますね、で 大英帝国は科学の技術を借りて大英帝国を作ったんだけど、うん、モンゴル帝国は牙と弓のおかげで、うん、そこまで、それはすごいなと思います、うん、まあですね、はい、まあ、今考えたらあくまでまあ歴史の一環と言えますか、うん、でもいずれにしてもそれは功績が称えない、もう世界的に非常に影響があったんではないかなと思いますね、うん、で少し売られたかもしれませんが、うん、まあ、モンゴルでね注目されているのはモンゴルのシーカーダンスなどもありますし、はい、ホーミーという特殊な歌唱法ね、はいはいはい、であと文字がキリル文字ですか、はいはい、でキリル文字っていうのはあの、まあ、ロシア語といいますか、はい、あの スラブ民族もね、はい、スラブ系の、はいはいはい、キリル文字は使ってるんですが、はい、伝統的なモンゴルが使っているのは内モンゴルの文字だけです。だけで、はいはい、ちょっと違うんです、ね、違う、あの、形が全然違います。違うし、ああ、だから外モンゴルはやっぱりロシアの影響もあって、ロシアと近いような、そうなんです、そういうなんかアレンジした文字かな、それが今、もともとのやつは内モンゴルに今残って、そうなんです、それはそう非常に素晴らしいことですね、はい、ああ、そういうこともあるんですね。話が変わりますか、はいはい、この間見たあと、メソポタミアの文明のその、くさび型の文字って、はい、ああ、ありますよね、あれも独特ですね。これもそう、モンゴルもそれ独特かなと思うんですよ。いや、本当ですよ、伝統的なね。そうなんですよ、それはすごいなと思います。うん、はい、あと日本人にとってはモンゴルといえばあの相撲関係ではね、はい、多いよね、はい、はい、非常に朝青龍さんとか白鵬さんとか、はい、寺の富士さんとかね、はい、非常に強い横綱を輩出してますよね、うん、今もかなりおられるんじゃないですかね。そうですね、それ相撲ってモンゴルの独特の文化なので、その、うん、そう、未だに、まあ、内モンゴルとともモンゴル民族の伝統、日本の相撲とは違うけれどもモンゴル相撲というのが、ね、そうなんです、ずっと前からあるので、あってね、やっぱり遊牧民なのでそれを多分幼い頃からやってきたので、それを多分未だに守、うん、あの継承しているというか文化をですよね。そうですね、だから、うん、白鵬さんなんかはそのモンゴル相撲のトップでもあったんですかね、うん、あ、お父さん、ね、お父さんがそうなんだ、お父さんがモンゴルそうなんですよ、ね、トップと、はい、聞いたことあるのね、はい、あ、そういうね、うん、はいはい、そういうつながりのある、内モンゴルのことをご紹介してもらいましたが、これがですね、はい、どういうふうに砂漠化などにもつながっていくのかという
お話ですけれどもね、はいはいはい、あでも、うん、ももに関してはこう資源地下資源が非常に非常に GDP もどんどん増えているんですよ。このそこもちょっと説明してください、はい、経済事情と言いますか、はい、モンゴルって主に資源が4つある炭鉱あの石炭ね、はい、あとは鉄鋼レアアースレアアースをよく日本のテレビで放送される、はい、石炭鉄鋼鉄鋼あの生物ね羊とヤギこれが多いんです。この4つの資源で一番多いし特に内モンゴルで石炭 の, あの採掘量は2位に位置しています。ああそうですか。そう、それが日本の1年間の使用量に十分あるぐらいと言われています。うん、で鉄鋼あの石油風力この3つもその方法であり、はい、あ風力もね。そうなんですよ最近で石油もあるんですか。あります。そのおかげで GDP がすごい上がってる右肩上がりを続けているんですよ。ほうほう。これそうこれを考えればそのもう未来志向型のもう十分発展できる場所かなと思います。うん、やっぱり資源がないとねなかなか難しいではない。うん、でも資源が豊富なのでこれは非常に次世代にとってはいいことではないかなと。特にこの注目されてるのがレアアースですね。レアアースですね。それはねいろんな意味で半導体だね。うん、そう大問題だね。非常に大きなあれで、まあ一回あの日米が少あ日米じゃない日中が少し揉めた時にレアアースを中国側が、あなんか前ね、テレビとか言って、ものすごくね、大きな影響ね。あったよね、前テレビでなんか言ってたよね。まあ、そういうこともありましたけど、とにかくレアアースなどもね、豊、は、富、い、なんですね。豊富な資源で、だから、あの、経済がいいんですよ。そう。GDP 化。将来性が非常にありますよね。それは一番嬉しいですよ。あの広大な土地に2400万しか住んでいない。台湾と同じぐらい。台湾も2400万いかない。2300万ですね、はい。はい。じゃあ、いろんな可能性を秘めているのが内モンゴルでもあると。です、はい。ただ、そこで深刻な問題として砂漠化の問題もあるんですね、うん。そうですね。はい、それはそうです。はい。はい、じゃあ、その話も含めて、はい。はい、なぜそういう砂漠化を引き起こすことになったのかについて移っていただければね、はいはい、いろんな原因があると言ってますが、はいはい、それぞれ、はい、そうですね、主に今原因が3つがあるんではなかと、大きく3つですね。そうね、やっぱり政策的に視点から考えれば、はい、やっぱり農業開発のブームが進んだわけなんですよ、うちも。それが1950年、60年、80年、うん、2000年、これは1つ目。もう一つはやっぱり切っても切れない人間活動の影響により砂漠が進む、うん、これは二つ目。三つ目は今は日本の NGO も行って、もう90年代からすぐ NGO 行って植林開発、植林政策をいろいろやってるんですが、うん、それをどうやって今後維持していく、うんうん、この三点から簡単に触れていきたいかなと思います。それぞれについてね。はい。はい、まず第一点。そうです、ね。農業開発ブームね。そうです。これは時期は、うん、それぞれこうね50年代60年代80年代2000年代とね、はいはい、それぞれの時期に、うん、あの農業開発ブームというのがあったということなんですね。おっしゃる通りそうです、はい、まあ、中国のおける砂漠の減少約8割が新疆甘粛省と内モンゴル3つの地域に集中しています、うんうん、でその中で内モンゴルの砂漠の面積がやっぱり一番大きいと言われています。そうなんです。内モンゴルはその中国全体の面積に8分の1を埋めて利用可能な装置の面積は 80% で埋めて中国を占拠の4分の1になります。まあ、簡単に言えばあの新疆でもすごい広大な土地を持ってるけどでも利用可能な草原の面積が少ないんで内モンゴルは中国の中でナンバーワンです。そうなんです。中国の 80% は草地の面積、ね、そうなんです、そうなんです。それは利用可能なね。そうなんです、利用可能が、それは非常にいいことで、したがって農地がやっぱり豊かな装置だって20世紀に入ってからやっぱり一つは人口が爆発的に増えたんです。それに伴ってあの農業開発が進んで、うん、砂漠が進んだと言われている。今先ほど申し上げた50年60年8年2004代この文明、これによって主にで70年代頃は先生も先ほど重なりますが、うん、70年代頃から戦災の砂漠問題、多くの国際的な問題があったと言われても、うん、これは広大な草地が砂地になっていくわけですね、うん、そうですね、やっぱり人口増加に伴ってそれは、はい、うん、なっていった、はい、そういうあります、はい、で1番目の原因で今ご紹介していただいた農業開発部分、第2番目が人間活動による砂漠化、うん、そうなんです。これは人口増もあって、あって、はい、はい、それを、はい、これがそう、人間か、それは切っても切れない人間開発あの活動によって砂漠は余数
原因ね、はい、で一つは過保護、うんうん、二つ目は灌漑農業、三つは森林伐採、四つは石炭開発、この四つからこの四点から人間活動が進んだことにより草地がどん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 劣化して砂漠化になったと言われています。うんうん、もう一度言ってください。4つっていうのは、一つは過保護、過保護っていうのはどういう意味ですか。そうです。で、過保護っていうのは世界の砂漠化した土地の大半は放牧なんですよ、うんうん、放牧の中に言われています。で、近年内蒙古で起きている砂漠の典型例としても過保護、基本的に遊牧民が春夏秋1年間前ね4回移住するんですよ、うん、4回移住すればそれによって顔劣化が減るわけなんですよ。春夏秋冬、そうなんですよ、ね、年4回そろそろ。でも今は移住するんですよね、遊牧民族ですからね。そうなんです、はい、今は定住がしてるから移住してないから、代わりに顔僕同じ場所で、まあ、簡単に言えば同じ場所でずっと顔僕すればどんどんどん劣化するじゃん。それによって劣化してと言われています、はい、そう。したがって経済やって国政策によって遊牧民は定住化が向かっています。定住化を、ね、することによってやっぱりね村を生まれとか都市を生まれ、インフラ整備によってやっぱり破壊されたと言われています、はい、これは過保護の原因です。それとあとは考え農業開発、あ、考えですね。これはもう一つ、近年が考える近いそのミスを使って農業開発によって言われています、はい、劣化していると言われています。うん、これは2番目で、3番は森林伐採ですね。この森林伐採、そうなんです、うん、やっぱり、まあ、生活してれば利益が重視というか、やっぱりそれ売れるから高くなるから、うん、それによって森林伐採によって砂漠化が起こり、一時的に森林破壊が起こり、土地の劣化、砂漠化が進んだと言われています、うん、結構日本にも輸出してるんじゃないですか。ありますね、じゃあそのすごいあります。で、さらにさ、近年ね、石炭開発、石炭開発、遊牧地における石炭開発がされてるんですね。そう、土地の劣化、それに伴ってその一つの、まあ、同じ地域によってそれに人がどん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 住みます、人が増えます、うん、その周辺がどん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 劣化していきます。だから原因は石炭開発掘ったによって周辺地がどん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 劣化しているのが現状であります。これも一つの原因と言われています、うん、はい。ただ最近はエネルギーは石炭だけでなく自然エネルギーですね、うん、再生可能、それに少しは移りつつはあるんですか。ありますあります。太陽光発電、風力発電、あるある。でこれうちもこれって先ほどおっしゃったその非常に広大な面積なんで、はいはい、北東北と西全然違うんですよ、場所によってその劣化してる度合いか過程が違うんですよ、うん、その風力発電は南西といえば北の方が遠くの方が石炭とか進んでるとかそういう場合もあるんですよ、うん、すごい場所によって違う、はい、でもこれは石炭開発、まあ、その結論から申し上げます、うん、砂漠の原因と言われて近年ねこの劣化してる原因と言われています。うん、電気自動車とか、うん、交通機関のね、うんうん、その電気化といいますか、乗り物、ね、それもかなり進んでるんですね。そのなんか石炭、中国ってそもね、うちも来た寒いじゃないですか、はいはい、床暖房、ね、床暖房のため使ってるんですよ。朝鮮半島も同じです、ね、日本はなかなかそう馴染まないです。我々多分地元に帰ったら冬相当寒いです。中は本当に半袖ですよ。あ、それが暖かいんですね。とんでもなくて床暖房のおかげで、床暖房どこから石炭じゃないですか。だから昔は少しそこから漏れた、ね、煙による窒息死とかもあったっていう、ね、と言われてるけど、ね、そう、今はそういうことないんですね。ないんです、本当に暖かいんですよ、うん、いいですね。現地に行ってみればそれを何が悪いと言われる、もちろんね、それはあるんじゃないですか、はいはい、ね、冬があったかいから。 でもやっぱり持続的に継続的に考えれば、うん、まあ、いろんな他の資源に切り替えた方がいいんじゃないかというね、そうなんですよ、言われ方をされていて、うん、まあ、そういう転換も少しずつされつつ、うん、あるということではあるんですね。おっしゃる通りで、おっしゃる、ある近年はそういう傾向があります。はい、うん、でどういうふうにこの砂漠化にですね、うん、対応するか、ね、戻すかと、うん、砂漠化したものをまた牧草地とかに、ね、うん、戻していくかということについてはいろんな対策がされているんですね。されてます、おっしゃそうです。はい、それについて少し、はい、そうですね、やっぱり食料を一番明確なのが中国で、やっぱり食料政策ね、食料ですね、そうです、はい、で
主に近年は技術開発にあって、植林政策はすごい進んでるんですが、それを、衛星というかリモートセンシングを使ってリアルタイムで見ることができるんですよ、うんうん、これが非常に地球環境を守ることにとっては非常に大きな進歩だと思います。で、うん、循環型社会形成に非常に進歩で、あとはこの植林する前の段階、例えばね、荒れ地した土地をどうやって緑化する、それについてまず触れたいと思います、うんうん、で、一つ目は砂漠化する前の状態に緑化を復元すること、で、二つ目は復元した緑を利用して土地のやっぱり生産に合った牧畜農業生産力を高めることですよね、うん、三番は砂漠化した土地をその潜在的な生物的な生産力を増加して栽培システムの新たなものを置き換える。で、これは砂漠化する前段階なんですが、今はいろんな植林活動によって牧作に囲まれて、で、植林した後にどうやって守ることが今は一番課題だと思います。うん、うん、植林はしました、海外からいろんな日本の NGO も90年で言ってます、本当に今はものすごく変わっています。でもこれからそれを継続的に維持することが喫緊の課題だと感じています。あ、そして、うん、循環型社会形成につなげていく、うん、ということなんです ね、 いいですね、はい、おっしゃる通りです。そのために情報システム、うん、GIS やリモートセンシング技術などの活用もされていると、はい、そうなんですよ、リアルタイムで、はい、でここに書かれてますね、うん、直ちに持続的に環境を保護し、うん、次世代にバトンタッチを渡すことが一人一人の責任と使命だと感じていますと私がそういうふうに感じていますね、はい、うん、やっぱりそれをしないと我々の次世代子どもたちにその明るい未来をやっぱり少なくちゃいけないかなって日々最近なんかはい、そうですね、はい、でより具体的にこう、うん、荒廃地を緑化する3つの段階があるという指摘も、ね、はいはい、されてますよね。そうです、はい、これはどういうことですか。そうですね、まずその緑化する前に砂漠化する前の前の状態に戻すことですよね。はい、その前の状態に戻した後にやっぱりそのやっぱり地元住民生活しないといけない、生産力を高めなきゃいけない、土地の生産力を上げると、上げるとこ、そうです、 そこで牧畜や農業を行うと、ね、うん、行うと、そうです、はい、持続的に行うということ、はい、で、はい、でもどのケースにおいても植林活動は加速するのが大前提で最優先すべきものだと思います。植林は大衆地域は牧作などで囲まれて、入住した場合にいろんな最近罰則が定められています、うん、その植林した後のね、うんうん、でもそのフェンスもあるよ、鉄条網もあるって、でもその中にやっぱり羊とか牛は入っていく場合も、入ったらさ、せっかくさその植林したものがどんどんどん、あ、ですよね、そう、餌がなくなって劣化する。だからこの現地の住民と政策のこの矛盾というか、うんうん、それがすごい課題ではないかなと僕は感じていますね。まあ昔から伝統的にね、うん、そこに別にこう柵もなくね、自由に出入りしていたところを今管理のためにね、うん、いろいろできてるわけですよね。はいはいはい、鉄条網っていうのはまあイメージがわかりますけど、うん、牧柵っていうのは木でできた柵ですか？うん、牧柵。僕さ、そうです、そうです、はい。ね。そうそうそう。はい、それをきれいに、きれいでさせて、それをすごい囲まれて、ああ、きれいに。ね、はい。で、そこに無断で入ったりしてると、罰金とかも。あ、今最近すごく厳しい。今最近厳しくなってるんですね。そうなんです、そうなんです。ああ、そういうこともあるんですね。でも、本当にそれは全然違うよ。もし入った場合とは、全然入らない場合の、その、木の植え方というか。ああ、全然違うんですね。大きな影響をね、受けるんですよね、やっぱりね。それはすごいなと思います。だから実際やれば本当に効果がある、うん、あるんです、はい、うん、で、まあ、結論的にね、うん、この問題、うん、地球の砂漠化、とりわけ中国、うん、特にね、うん、内モンゴルの砂漠化の対策として、うん、今具体的なことも言われましたけれども、うん、その大前提というか根底としてですね、うん、やはり教育の問題があるとちょっと触れられてますね。そうですね、やっぱりいずれにしてもこの問題、はい、まあ、中国のメラベ先生にのみならず、やっぱり法律の罰則規定だけなく、うん、やっぱり住民に意識を高めることが、ね、一番高いと思います。そうですね、でそこに2000年で入り、中国内モンゴルのみならず環境教育を重視しています。これはすごい進歩的で、またもう一つはいろんな今
中国を内モンゴルじゃなくていろんな人が海外に行く機会があって、はい、自分としてもその先進国 の, あの環境を見てるので意識が高めてることで、で問題はあの僕一番強調結論から言えばやばい、うん、まあこれはあの漢字なんですけれども、はい、まあ独特なね、はい、独特な、まあ、中国で言える微分超危険で、これ意味が何事ね、何事、今世界的にいろんなこと起こってもこれ確かで、根本的に掘り下げていけば教育の問題かなと思います。で人間をもとにし教育を最優先するとおっしゃるということなんですね、はいはいはい、で今あの先生もご存知のとおり、もう最近チャット GPT 出てきてますよね、世界をもう巻き起こしてる、はい、でもそれを、まあ、人類が滅ぼすというのはいろんな機会あるんだけど、でもそもそもそれが誰かと人じゃないですか、うん、人間が作ってる、はい、そうですそうです、だから人間を元にしてその人間自身を教育していけばそもそも今のいろんな問題が出てるけど、それが減っていくものではないかなと確か思います。あ、まあ、でも人間中心主義に基づいた、ね、はいはいはい、教育であるし、それに沿った形でのやっぱり政策、うん、政策システムをね、そう作り上げないといけないいけないかなと思いますね、はいはい、それは本当にその通りだと思います。ありがとうございます、はい、最後にここにも触れられていますけれども、うん、はい、ちょっと触れていいですか、はいはい、そうですね、地球環境を守ることは国境、民族、宗教という壁が全くないと僕は感じています。本当ですね、そう、我々一人一人の責任と使命感があると思います、感じています、うん、で特にこの言葉だなんですが、バンボスの霊長、人間は僕の親父のいつも教育なんですけれども、子供のバン、人は人間のバンボスの霊長、確かにそのバンボスの霊長だからこそ我々は一人とか未来思考型の循環型社会に向けて先頭に立ってその姿を見せなきゃいけないかなと思います。次世代にやっぱりバトンたちつながっていくことが我々日々が真摯に考えて行動しなければいけないかなと本当にすくすく感じています。はい、やっぱりこうモンゴルという大自然の中でね、はい、育てられたね、はいはい、そう背景がありますからね、それも体で実感されてることなんですね。僕らみたいに大都会に住んでるとね、そのことをちょっと忘れてしまうというか、気がつかないというかね、そういうことがありますよね。そう、たまに地元に戻るときも本当にすがすがしい、その空気とか自然、特に空とかも星がすごいでしょ、綺麗です。プラザルはモンゴル人の目がめちゃくちゃいいんですよ。あ、最近はあんまりよくないんだけど、いろんなその経済いじってる原因とかあって、でも目がそもそもなぜならばその青空、あで先が見えない、だからまあそれ日本人では 2.0 ですごいって言うけど、もうそれ以上な、2.5 です。 2.5 と今は 1.7 だけど、もともと 2.5 です。 2.5 とかね、はい、3.0 とかもいるんじゃないですか。かなり遠くが見える、見える、ほん、いや本当とめちゃくちゃ、ね、草原って何もないよ、何百、うん、そう何十キロ、はい、あいつ100キロとか本当何もないから、うん、今はようやくゲロがあるけど定住してるけど、はいはい、うん、それが本当に、まあ、僕のとって一番思い出とか計り知れない財産かなと思います。わかりました、はい、今日はですね、うん、内モンゴル、中国のね、はい、内モンゴルご出身の張覚吉利さんに来ていただいて、はい、まあ、砂漠化する地球、その中でもね、はい、中国の内モンゴルの問題を中心に話していただいて、はい、結論的にね、はい、環境教育の重要性ね、そうです、次世代に、ね、バトンタッチすることの重要性をね、うん、訴えていただきましたね、はいはい、いや非常に貴重なお話をね今日は伺うことができて本当に良かったと思います。こちらありがとうございます。いやいや本当お忙しい中ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。